こんにちは。皆さんようこそ。今日は日本の歴史の中でも興味深いエピソード、織田信長と本願寺の対立についてお話しします。この動画の目的は、織田信長と本願寺の対立の背景や経緯をわかりやすく解説することです。まず、対立の始まりから、本願寺の攻撃、信長と仏教の関係、そして壮絶な戦いの展開についてお話しします。その後、信長の反撃、本願寺の最後の抵抗、そして本願寺の孤立について詳しく解説します。1. 対立の始まり。日本の戦国時代、多くの大名たちが天下統一を目指して争っていました。その中で、織田信長は、その名をとどろかせる戦国大名として台頭してきました。彼の野望は大きく、多くの敵を持っていました。その中でも、足利義昭との間の争いは特に激しいものでした。足利義昭は室町幕府の将軍であり、信長とは一時的な同盟関係にあったものの、次第に対立するようになりました。この対立の中で、大阪の本願寺が信長の新たな敵として浮上してきます。本願寺は浄土真宗の寺院であり、一向宗としても知られていました。この一向宗は、賢女という僧侶に率いられており、非常に強大な信者を持っていました。また、本願寺は、三好三人衆という戦国時代の有力な武将たちとも深い関係にありました。三好三人衆は信長と敵対する勢力として知られており、そのため本願寺も信長との間に緊張関係が生まれることとなりました。このように織田信長と大阪本願寺との間の対立は、信長の野望、足利義昭との関係、そして本願寺の背後にある一向宗の力と、三好三人衆との関係という、複雑な背景によって形成されました。これが、後の激しい戦いの火種となるのです。2. 本願寺の攻撃の開始。戦国時代の日本、1570年9月。この月は、織田信長と大阪本願寺との関係において、歴史的な転換点となる出来事が起こりました。織田信長の影響力が増す中、大阪本願寺の賢女は、信長の野望を止めるための行動を決意します。突如として、本願寺は、信長への公然たる攻撃を開始。この攻撃は、ただの軍事的な行動だけでなく、信仰と政治が深く結びついたものでした。賢女は、浄土真宗の教えを背景に、信者たちに対して、信長討伐の大義を訴える檄文を発行しました。この檄文は、信長が仏教を弾圧し、国土を乱すものとして描写され、信者たちに対して、信長を討つことの正当性を強調していました。賢女の呼びかけに応じて、一向宗の信徒たちは、熱狂的な支持を示し、多くの武士や農民が本願寺のもとに集まりました。彼らは、信仰の力を背景に、信長に立ち向かう準備を始めました。この時期、信長は多くの敵を持っていましたが、本願寺の攻撃は特に厄介なものでした。なぜなら、本願寺の背後には、強大な信者の力と、三好三人衆との深い関係があったからです。信長は、この新たな挑戦者を、どのように扱うべきか、深く悩むこととなりました。3. 信長と仏教の関係。織田信長は、日本の戦国時代を代表する戦国大名であり、その行動や政策は、多くの人々に影響を与えました。特に、彼の仏教に対する態度は、その後の日本の歴史に大きな影響を与えることとなりました。信長は、仏教の勢力を制限し、特に武装した僧侶や、自社勢力を排除しようとする政策を取りました。これは、仏教勢力が政治的な権力を持ち、地域の支配や経済活動に関与していたためです。信長は、このような仏教勢力が、自身の天下統一の野望に対する障害となると考えていました。この信長の政策により、多くの寺社が攻撃の対象となりました。特に、比叡山延暦寺の焼き打ちなど、彼の仏教に対する強硬な態度は、多くの人々に衝撃を与えました。このような背景の中、大阪本願寺の賢女との間にも対立が生まれました。賢女は一向宗を率いる僧侶であり、信長の仏教排除政策に直接的な影響を受ける立場にありました。しかし、信長と本願寺、特に賢女との関係は、もともとは良好であったとされています。実際、信長と本願寺は、互いに利益を求める関係として接触していました。しかし、
信長の仏教に対する政策や本願寺の勢力拡大という背景が交錯し、次第に対立するようになったのです。この対立は、後に本願寺の攻撃開始や一連の戦闘へとつながっていくこととなります。信長と仏教、特に顕如との関係は、戦国時代の日本の歴史において、非常に興味深いエピソードとして語り継がれています。4. 壮絶な戦いの展開。織田信長の天下統一の野望は、多くの勢力との対立を生み出しました。その中でも、大阪本願寺の顕如との対立は、特に激しいものでした。顕如の激文。顕如は、信長に対抗するため、一向宗の信徒たちに対して、信長討伐の激文を発行しました。この激文は、信長が仏教を弾圧し、国土を乱すものとして描写され、信者たちに対して、信長を討つことの正当性を強調していました。この激文の影響で、一向宗の信徒たちは、熱狂的な支持を示し、信長に立ち向かう準備を始めました。長島一向一揆。長島一向一揆は、織田信長と一向宗信徒との間で発生した一連の戦闘を指します。長島は、一向宗の信徒が多く住む地域であり、信長の政策に対する反発が強かったです。この一揆の中で、信長の弟織田信光や、多くの重臣たちが戦死しました。信徒たちは、信仰の力を背景に、信長の軍勢に立ち向かいました。彼らの戦いは、死後の極楽を信じる信仰心から命を惜しむことなく戦ったと言われています。信長はこの一揆に対して数度の攻撃を行いましたが、一向宗信徒の熱烈な抵抗によりなかなか鎮圧することができませんでした。長島一向一揆は信長にとって大きな障害となり、彼の天下統一の道の中で数多くの戦いの中でも特に激しいものとして知られています。信長の反撃。織田信長の野望は天下統一を目指すものでした。その道のりは多くの障害に遭遇しましたが、信長はその障害を乗り越えるために時には強硬な手段を取ることも厭わなかった。比叡山延暦寺の焼き討ち。1571年、信長は比叡山延暦寺を焼き討ちにしました。延暦寺は日本の仏教界で非常に影響力のある寺院であり、三門としての権威を持っていました。しかし、信長との関係は次第に悪化。信長は延暦寺が反乱の拠点となることを恐れ、また彼の権力を挑戦する存在として延暦寺を焼き討ちにする決断を下しました。この焼き討ちにより多くの僧侶や住民が命を失いました。この出来事は、信長の仏教に対する強硬な態度を象徴するものとして、後世に語り継がれています。越前一向一揆。1575年、越前国で一向一揆が発生しました。この一揆は、一向宗の信徒たちが中心となって、信長に対抗するための反乱でした。信長は、この一揆を鎮圧するために、軍を派遣しました。激しい戦闘の末、信長の軍は一揆を鎮圧。この出来事は信長の冷酷さや一向宗信徒の熱烈な信仰心を示すものとして歴史に名を刻んでいます。 6. 本願寺の最後の抵抗。織田信長の天下統一の野望は多くの勢力との対立を生み出しました。その中でも大阪本願寺との対立は激しいものでした。顕如率いる本願寺は信長に対抗するために何度も挙兵しましたが、1576年の挙兵は特に注目に値するものでした。顕如の3回目の挙兵。1576年、顕如は3回目の挙兵を試みました。この挙兵は前回の挙兵からさらに規模を拡大し、より強力な支援を受けることとなりました。特に西国の強大な勢力である毛利氏や、海上での優れた戦術を持つ村上水軍の支援を受けることとなりました。これにより本願寺は陸上だけでなく海上でも信長に対抗する力を持つこととなりました。鉄鋼船の導入と村上水軍の撃退。信長は村上水軍の海上での優れた戦術を打破するため新たな戦術を考えました。それが鉄鋼船の導入でした。鉄鋼船は船体に鉄板を張り巡らせた船で、敵の砲撃や火攻めから船を守ることができました。信長はこの鉄鋼船を導入することで村上水軍の攻撃を防ぎつつ反撃することができました。結果として鉄鋼船の導入は大成功となり、村上水軍は撃退されました。
これにより本願寺の会場での支援は大きく弱まり、信長はさらに優位な立場となりました。7、本願寺の孤立。大阪本願寺との対立もその一つで、この対立は多くの戦闘を生み出しました。しかし、信長の巧妙な戦略と連携した軍事行動により、本願寺は次第に困難な状況に追い込まれました。補給路の断絶、信長の反撃は、ただ敵を撃退するだけでなく、敵の補給路を断つという戦略的な側面も持っていました。本願寺は、多くの信徒や支援者からの物資や人員の補給を受けていましたが、信長の軍は、これらの補給路を的確に攻撃し、本願寺の戦力を削ぐことに成功しました。これにより、本願寺は持続的な戦闘を継続することが難しくなりました。上杉謙信の死とその影響。上杉謙信は戦国時代の強大な大名であり、信長とは敵対する関係にありました。謙信は本願寺に対しても支援を行っており、その力は本願寺にとって大きなバックアップとなっていました。しかし、1578年に謙信が急死すると、その支援は途絶えました。謙信の死は本願寺にとって大きな打撃となり、さらに孤立した状況に追い込まれました。孤立の結果、補給路の断絶と上杉謙信の死により本願寺は孤立無援の状態となりました。これにより本願寺の戦力は大きく低下し、信長との戦いにおいて不利な状況となりました。孤立した本願寺は信長との和平を模索する道を選ぶこととなります。まとめ、織田信長と本願寺の対立は日本の歴史の中でも非常に興味深いエピソードの一つです。信仰、権力、戦略など多くの要素が絡み合い、壮絶な戦いが繰り広げられました。皆さん、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が役立ったらいいねやチャンネル登録をお願いします。次回も興味深いトピックでお会いしましょう。それではさようなら。